どうも長森大です。刀慎一郎です。今回はジェイク・ギレンホール主演ナイトクローラーについてなんですけど、タイトルだけは知ってるけど俺はまだ見てないんですよね。あのこれすごかったんですよ。早速ざっくりあらすじから言っちゃいますと、コソ泥家業で生計を立っている主人公はひょんなことから事件映像をテレビ局に販売するというちょっとアコギな商売があることを知る。持ち前の自分の長所を生かしどんどん稼ぐようになっていく主人公だが、稼ぎと比例するかのようにどんどん手口がむちゃくちゃになっていきって感じの話なんですけど、もうね一言でこの映画をまとめてしまうなら水を得た魚ですね。主人公にとって人の不幸の現場に急行してカメラを回す仕事はもはや天職だったんですよ。なんか嫌な言い方だな。どんな雰囲気の主人公なの？もう最初からフルスロットルで、言ってしまえばサイコパス的な雰囲気と言いますか、ずる賢くて計算高く嘘をつくのも上手でめちゃくちゃ舌が回る、共感性が欠如しちゃってる男なんですよ。本当に絵に描いたような自分の得にしか興味が持てない主人公って感じですね。やもんで主人公は自分の映像を買ってくれるテレビ局のニュース番組のディレクターの希望に沿うような映像を、閑静な住宅街に住む裕福な白人が貧民に襲われるといった凄惨な事件ばかりを追い求めていきます。より刺激的でより強烈な映像を撮るためなら手段を選ばないといったキャラなんですよね。そりゃ天職だわ。やろう。ちなみに僕はこれ U-NEXT で視聴したんですけど、そこで紹介されているこの作品のストーリー内容はショッキングな映像を求めるあまりに常軌を逸した行動を取るようにと書かれているんですよね。なんか僕は勝手に徐々に倫理観がぶっ壊れていく主人公みたいな展開を想像していたんですが、実際は最初から倫理観が欠如しているサイコパスのサクセスストーリーって感じの印象を受けました。徐々に主人公が暴走していくって展開じゃないんだ。そもそも冒頭から主人公完全に犯罪者ですし、あ、主人公が今モラルと欲望の戦いに負けて闇に落ちた的な倫理観がダムのように決壊してしまうような演出も特にないんで、確かに手口はどんどん強引になっていくんですけど、本質的な主人公の内面的にはあまり変化は見えず、サイコパスがただただ合理的に計画を進めて最後は会社を起こして社長になるって感じなんですよね。え？主人公目線で見たらハッピーエンドなの？僕もぶっちゃけずっとスカーフェイスとかみたいに主人公は最後どんなひどい目に遭うんだろうかって思って見てたんですけど、まさかの主人公的にはハッピーエンドなんですよね。これはいい意味で裏切られたって印象を受けたのと同時に、主人公は最初から最後まで人間性が変化していくようなドラマになってなくて、主人公の心変わりを教訓論的な演出で使用しない作品になっているので、ある意味当然のラストといえばそうなんですけどね。主人公だけがずっと行かれてる感じなんだ。もう一人印象的なキャラがいて、それは主人公が映像を下ろす先であるニュース番組のディレクターニーナという中年の女性です。彼女は視聴率命の契約社員ディレクターなので、数字のためなら何でもやっちゃうような、最初から周りにちょっと惹かれるような倫理観を見せているんですが、このキャラの重要性って主人公の受け皿になってしまっているところだと僕は思うんですよ。どういうこと？主人公って本当に衝撃映像を撮るためなら何でもするんですよ。警察の無線機を傍受して赤信号も無視して現場に急行したり、事故現場の絵が良くないなら死体の位置をずらしてまで撮影したり、同業他社のライバルを蹴落とすために車に細工して事故らしたり、明らかにダメそうなホームレスの若者を自分の仕事のやり方を格安で強引に押し付けやすそうだったから雇ったりね。聞けば聞くほどむちゃくちゃだね。冷や目つけとして自分だけが撮れる独占映像を作るためにいろいろ策を講じて、警察と犯罪者の銃撃戦を自分の目の前で意図的に引き起こさせたりもするんですよ。で主人公はその寸前にアホな部下と金の件でトラブっちゃってて、そいつを始末してしまうために犯罪者すら利用して部下を殺させてしまうんですよね。しかもその部下の今場の際までしっかりねっとり撮影します。おんでそれを警察と犯罪者の銃撃戦やカーチェイスといった自らが作った独占映像とともにテレビ局のニーナに提供するんですよ。あなたが撮った映像に映ってるこの撃たれた青年は相棒だった人でしょってニーナは尋ねるんですけど、普通こんなのドン引き通り越しておしっこ漏らしそうな状況っすよね。怖すぎだろ。そんな映像撮ってることも怖いし、平気で人に見せられるってのも怖いね。この時にニーナは素晴らしいって言うんですよ。ほう。部下であり相棒のシスラも撮影してきた主人公のジャーナリズム精神的なものにもはや感動してるんですよね。主人公の受け皿になってしまっているってそういうことね。主人公って最初から最後まで自分の利益のためなら他人を傷つけようがまるで気にしないキャラな上に、法律を破ることにも何のためらいもないんですよ。違法行為を平気で犯して映像を集めてきてしまう。本来だったらテレビ局のディレクターであるニーナって企業倫理的にも主人公を止めるストッパーに
ならなければいけない存在だと僕は思うんですよ。はいはい、確かにね。僕はアメリカの電波法的なものやローカルテレビ局の成り立ちについて全くわからないんで、これはあくまで日本人的な感想でしかありませんが、公共性や倫理観、コンプライアンス的なものに特に厳しく向き合わなければならないテレビ局なら、違法行為で得た映像は買い取りませんってしっかり言わなきゃいけないと思いませんか。そりゃそうだね。犯罪行為を黙認どころか間接的に推奨して高額な対価も払うって普通にあかん気がしませんか。主人公のぶっ壊れた倫理観がむしろいいってなっちゃってる状況が怖いね。まあこの作品はこんな感じで、本来だったら逮捕されて叱るべき人間が暴れ回って成功できる土壌をテレビ局が提供しちゃったみたいな話だったんですよね。僕らが普段何気なく見てるニュース映像や週刊誌の写真って一体どんな撮り方してるんだろうなって思わずにいられないような映画でしたね。あーはいはいはい。ちなみに僕個人的に地味にゾッとしたのは、主人公って知識の全てをネットで得てる人間やったんですよ。ほうほうほう。あのね、つまりこれ主人公の行動って現代人なら誰でも再現可能ってところも怖いところだと思うんですよね。あーはいはいはい。本人のやる気次第では年収1000万も夢じゃないみたいなね。でも本当にそうだよね。パパラッチってやる気次第では誰でもできる仕事でもあるもんね。んじゃあ最後に一ついいっすか。はいはいはい。僕実際にプロカメラマンの知り合いに聞いてみたことあるんですよ。パパラッチって儲かるんですかって。へえ。あんま具体的な話は言えませんが、やっぱり儲かるみたいなんですって。あら、芸能人のプライベート激写みたいな写真も結構いい値段つくことあるみたいなんですよ。へー。んで僕その人に、小遣い稼ぎでやろうとか思ったことないんですかって聞いてみたら、おうおうおう、芸能人のマンションの向かいのゴミ捨て場みたいなところに1ヶ月間潜むとか、そこまでしてお金欲しいですかって返されて、僕には難しい仕事やなって思いましたってところで、じゃあお疲れっす。バーナイフネー、学ばせやしね、時々ピンタと汚れたエアフォー